はい、どうもブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回はですね、久々にテンチムさんの話題なんですけれども、テンチムさんが、21日に自身のチャンネルで、新居とその家賃を公表しました。またかよって話なんですけど、今までもね、金がない金がないって言いながら何度もね、引っ越しをして住む場所を変えてきました。で、その費用はね、どうやって捻出したのか疑問なんですけども、今回はなんとね、ホームエレベーターが設置されている豪華仕様でして、で、家賃の方がなんと200万になるんだそうです。で、金がないと常に言っていながらね、この家賃は驚きですよね。話によると、現在の収入では家賃でほぼほぼ消えると言って、預金の残金の方も1,283,555円だったそうです。それで、家賃の200万の新居を選ぶっていうのはどうかしてると普通に思うんですけどね。ただ本人は、家って自分の中で一番使うところなんで、だから満足したいものを選びたかったって感じですね。いろいろね、これツッコミどころ満載なんですけども、まずはどっから行ったらいいでしょうかね。まず私ね、不動産関係者にも話を聞いたんですが、現在のテンチムさんが言っていることが、全て本当だったら、本当だとしたら、そのような収入状況では普通部屋を貸さないそうです。そもそも入居審査が通らないみたいです。高額の家賃が発生する物件の契約の際には、月にいくらぐらいの収入が定期的にあるのか、証明させる書類を提出しなければいけませんので、普通は通らないわけなんですよ。でもそれが通ってるっていうことは、安定して家賃200万を払える定期的な収入があるわけですよ。お金がないなんていうのは本当に真っ赤な嘘だって自分で暴露してるわけなんですよね。本当この人っていつもね、自分で自分の首を絞めてると思うんですよね。すぐバレるような浅はかな嘘を平気でつくんですよ。で、彼女はいつもね、周りに同情を煽るようなことをして、周りの力を使ってお金を引き出してますよね。これにホイホイと加担する YouTuber もアホだと思うし、彼女の言うことを無条件で信じて応援してるファンも、ちょっとは普通に考えてみたらわかるんじゃないのって、おかしいって思わないのって私なんか思うんですけどね。そもそもこのような高額な物件だと、最低でも、本当に最低でも半年分ぐらいの敷金も、もう最低限用意してなきゃいけないはず。となると、金がないとか、どの口で言ってんのかっていう話ですよ。彼女は根っからの寂しだなって思いましたね。彼女は自分でしでかした詐欺まがいのことを、いつの間にか自分はこれほど苦労してるんだよって被害者ぶって周りの同情を集めることで、で、周りのサポートを次々と受けてきたじゃないですか。で、実際に被害を受けた人たちのその後の対応についての苦情があれほどあったのに、自分が頑張って借金を返済したとか偉いみたいに話がすり替わってますよね、いつの間にか。で、被害者から対応が悪いとか連絡がつかないとか返済期限を設けるなんてどういうことだと、自分がしでかしたことならもう完全に返済するのが当たり前だろうとかいう苦情がたくさんありましたが、これ YouTube 上ではそれらの罰の悪いコメントっていうのは全て削除して応援コメントばっかり載せてましたよね。なんかね、こういうのいつも見せられると、YouTube でトップを張ってる連中っていうのはみんな揃いも揃ってアホなのかなと思っちゃいますよね。こういう風に詐欺まがいの発言して何度も失敗繰り返しておきながら学習しない人で、そんな人だって分かってても手を貸す周りの YouTuber、 もうね、そういう人ばかりが集まって感覚が
麻痺してるんでしょうかね。この人は常に周囲を気にして見栄を張ることばっかり考えているような気がしますね。なんかブランドや高級なものを周りに置かないと自分の精神状態が安定しないんでしょうかね。いくら一流のものを身につけていても、身につけている本人が人として一流じゃなきゃ、結局ね、ブランドに背負わされているようなものだって私は思うんですよ。まあ、彼女の目指すところっていうのは、人として高級になるよりも高級なものに囲まれた生活をしたいっていうとこなんでしょうね。人それぞれね、まあ目指すところも違うので、まあそれはそれでいいんですが、もういい加減にお金ないないさにはやめてほしいなと思います。今回の彼女の件でもネットにはね、不動産に詳しい方々のコメントもたくさんあって、そのような状況で普通審査が通るわけないだろうと。彼女の嘘がバレバレの状態ですので、もう金がないアピールして、あの再生数を上げたりとか、あと周りの同情を買って案件もらったりとか、もうこういうね、金ない商法はね、やめていただきたい。